500リーラ1960シルバイタリアリラは2002年まで使用されていたイタリアの通貨である通貨記号はまたはイットルイタリア共和国以外にもサンマリの共和国バチカン主国で独自の一生の効果を発行していたがイタリア本国の通貨と投価であったリラの語源は天秤であるリラのイタリア語での発音はリーラに近く 複数型は、リーレとなる。サンマリノでは、金貨の単位として2万リラに相当する、スクードという単位も使われていた。通貨の補助単位はチェンテージも1リライコール100チェンテージミ。19世紀後半には、ラテン通貨同盟に加盟し、フランスフランなどと投下であったが、二度の対戦を経て、その価値は暴落した。2002年1月からはユーロが、 リラに代わり流通し始め、同年3月には、リラの使用は公式には終了した。この時1ユーロは1936.27リラとされたため、切り上げによる便乗値上げが予想された。大方の予想通り、便乗値上げは多く、1ユーロが2000リラに換算されてしまった。イタリアリラのユーロへの交換は前期のレートで、 2012年2月28日まで可能であった。リラは比較的弱い通貨だったが、ユーロはドルに匹敵する強い通貨であるため、ユーロ高傾向にあり、輸出や観光に依存している、イタリア経済界からはリラに戻そうという声も出た。1000リレ高価高価は1リラ、2、5、10リレ、20リレ、50、100リレ、200リレ、500、1000リレが流通していたが、 実際に、市中で見受けるのは50リレ以上であった。1000リレの効果は発行当初、効果リ面の欧州地図が国境線を誤って描いた、まま発行され、流通直後に回収したという曰く付きのコインである。すぐに正しい国境線に直されたものが発行されたが、エラーコインも一部が流通してしまったので、これを探すマニアが多く出現した。 一万リラ紙幣イタリアリラ紙幣は、かつては、政府紙幣の五百リレがあったが、ユーロ導入直前のラインアップは、千、二千、五千、一万、五万、十万、五十万リレの七種で、モンテッソ理、リ、ボルタ、ラファイロ等の芸術家や、文化人が描かれていた。ドル為替レート、レート、年、当時の流通紙幣、年当時の、 流通紙幣1982年当時の流通紙幣2000年当時の流通紙幣ユーローツ通貨不信形規定体独位の反発ありがとうございます